はい、直谷です。こんにちは。こんにちは。2023年もね、いよいよ終わりに近づいてますけども、はい、今回はちょっと1年をね振り返って、もう一度行きたいお店とか、はい、ね、印象に残ったところとかね、うん、ちょっと復習をしようかなという感じでねお送りします、はい、で、まあ見ての通りね、豪華なランチをご紹介しようかなと思いまして、セブンイレブンです。これ好きなんですけど、もち麦入り梅昆布、はい、私は負けじとこの高いカップヌードルですよ。そう、贅沢さ、210円。でもダルマとセブンイレブンコラボ、コラボですよ。すごいね、はい、豚骨、こう湯気が立ってるのは、はい、よいしょよいしょ、おセブンイレブンの、はいはい、この肉まんもね、私は奮発しまして、特製ジューシー豚まんね。そうよ、はい、今日は高いの2つ買ったからどうしたんかなで、私はピザまん、まあ、コンビニですんでね、はい、じゃあいただきましょう。いただきます、はい、特製豚まん、ちょっと割ってみますか。割ってみる。特製、うわ熱い、割られへん、割れた、うわこんな感じ、肉たくさん入ってる、うん、あ、チーズ入ってる、チーズ、チーズ好きやな、皮はもちもちやな、うん、うん、うん、美味しいわ。ちょっと食べながらね、申し訳ないですけども、はい、まず謎谷さんが、うん、もう一度行ってみたい食事のお店って言ったらどこですか。いや、今いっぱいあるんですけどね、うん、ちょっと前に行ったあの黒豆屋形のあのバイキング、うん、丹波篠山のね、うん、あれはね、ようみんなに見ていただいたんですけど、やっぱり美味しかったですよ。美味しかったね。黒豆ご飯美味しかった、あれ美味しかったね、うん、美味しかった、うん、でおかずもね、うん、ヘルシーですし結構、うん、割とね交換をすごく綺麗にね豆にしてくれてたんで。そうですね、追加追加でね来てた、そうだからちょっと出してはまた次、はい、出来たてをまた出してくれるっていうのがあったんで、それもすごい良かったよ ね、はい、あれはね印象残りました。お値段もねそこそこいいお値段で、うん、黒豆の館田舎バイキングね、はいはい、それとどこかな、あとは加古川の炭火焼きのあのハンバーグ、うんうんうん、アトムさんね、はい、あれすごかった、煙すごくて鉄板が熱々なりできたやつね、うんうん、あ美味しかったです、肉の味がすごくて、うん、これ比較して悪いんですけどね、静岡今年ね、うんうんうん、横浜行って静岡で、うん、爽やかハンバーグ食べたんですけども、うん、あれにとなんか同じような感じでした、はい、すごくあの肉を感じるハンバーグやったよね。はい、ぜひともね、あそこも良かったな。いや、そこは混んでるらしいからね、ちょっと覚悟して早めに行かないとね。赤、うん、はい、さんなんかどっかありますか。私はね、うん、まずね、姫路のね、京町クロケットファミリーさんのビーフシチュー、うん、あれすごかったな。あのお店は絶対陽熱犬とかやねんけど、コメントでぜひ美味しいから行ってみてって言ったら、うん、はい、あのビーフシチューは美味しかった。味がねすごかったね、あれね、うん、あの値段でいいのっていう美味しさやったから、もう一回食べたい。コロッケもなんかレベルの高いコロッケやったね、あれ食べた時。コロッケも美味しいんやけれども、うん、でタンシチューもあんねんけどね、うん、あのビーフシチューの味がすごい美味しかったんで、もう一回食べたいかな。他にはどっかありますか。ね、西脇市のね、うん、カモメ食堂さんの定食。あ、影響受けてますよあの味。そう、うん、なんとね、あの後ねカモメ食堂さんの店主さんが出してる本買いましたね、なんか見た目はね割と古民家カフェの定食かなっていうけど、うん、味がね、はい、せやな、違うね、なんかだし効かしたりとかね、うん、もう切り干し大根の味が全然違った。今まで食べたことない味で、そうそうそう、おいしいな、ああいう感じ。デザートも凝ってたよあのプリン。そうやね、あのプリンもね、苦みの効いた、いや、あんなプリン初めて食べた。せやな、うん、私はね、あとね、加東市の食堂やしろ、うんうん、あの昭和のね雰囲気残してる、いや、そこの店主さんもすごく、奥さんすごくいい人やったんですけども、スタミナラーメンあれ美味しかった、うん、あれはねちょっと同じ人はねやっぱりちょっと入るの初めては抵抗あるかもしれんけど、いやでも私も行きたいと思った。これはソロでもう一回行きたいなと思って。行きたい行きたい。あ、続いてあそこもそうですよ、あの
ご飯や高岡の里、うん、あれも男性向きの店よ、うん、あそこはね働く男性の方とにかく特にトラックの方が多いんやけれども仕事途中ね夜とか、うん、せやけれども、うん、店内が広くってすごくね綺麗やから割とねあのファミリーでも抵抗なく入れんのよ。ああそやな、うん、とにかく安くていっぱい食べれるお店やね、うん、その辺がどんどんね出てきますけど、うん、で私はお買い物もう一回行きたいのは何といっても、うん、皆さんももうすでにたくさんの方行かれてるけど、うん、高町の桑村食品直売所のハンバーグとコロッケ、うん、あれなあすごかったな。すごかった。安かったし安かった、うん、ああいうのが兵庫県にあったんや。あったんやと思ってね、うん、だから私はまだあの定番のソーセージ、うん、あのピリ辛味あったはず。あれをね食べたみたいからもう一度ねやっぱり、うん足を運んでみたいなと思いますけど、うん、それ以外にも なんか今年食べたのもいろいろ美味しかったやけどな、みんなね、そのうどん屋さん加藤市のね、そうそう、うどん屋さん2軒、うどん屋さんね、2軒もすごい美味しかったし、あれも良かったしね、で、晩秋ラーメンもね、いっぱい行ったけどよかったけど、今年はね、晩秋ラーメンいろいろ行って美味しかったんですけども、うんうんでコメントでいただいてねあの、うん、カップラーメンが売ってるみたいな謎谷探しました。ウェルシアでたまたま見つけまして、うん、それがこんな感じです。甘さがあってね晩秋ラーメンの味です。麺はねやっぱりカップ麺の麺ですね。まあまあ美味しいです。スープは、うん、ほんまに、うん、だいぶね再現されてますよね、うんまあ、どうしてもねカップ麺ですんでね、うんうんうん、麺のほんまの美味しさはねやっぱりそのお店に比べたら全然やっぱ負けちゃうやろうけど、晩秋ラーメンがなかなか食べる機会がない方はね一度これ食べてね味を確かめて、あこの味私好きやってなったらねお店行ったらね、うん、あの後悔なく楽しめると思いますよ、うん、はい。じゃあカップ麺がねできるまでね続けて、うん、スイーツどうでした今年。いやもうね、はい、いろいろ美味しい、すっごく悩んでんけれども、うん、一番ちょっと驚いたのが、うん、和なんですけれども、うん、京都南丹市の仙太郎さんの、うん、ご存知もなか、はいはいはい、あの工場自体もねなかなかね分かりにくいとこありましたけども、怖いね、怖いけれども、はい、で和菓子ってねちょっと見た目が地味なんでね美味しさがなかなか、うん、伝わりづらいんですが、うん、あそこのねあんこがすごい美味しいのはもちろんのこと、うん、皮がめっちゃ美味しかったのと、うん、出来たてをね詰めてくれるから、はい、今までのあのもなかの概念がね変わった南西さんはどこですか。私はなんといってもあの晩秋ラーメン食べ行った時に、うん、寄ったあの果実さん、あ果実さんですか、西脇市の果実さん、あれで買ってきたね晩秋ラーメンケーキ、はい、はい、これ丼ちゃんと置いてますよこれ、はい、これ入ってたんがね見事やったんと、うん、味が美味しかったすごく。そうやね、あそこのねケーキね、うん、どれもこれもね、うん、作品のように美しくて綺麗ね、はい、これ子供のお茶碗ぐらいの大きさなんやけれども、ちゃんとしたねこの器に入ってて、そうそう、あとラーメンのねあと食べましたねこれでね、うん、私は洋の方では薮、うん、市のパスティリー&カフェ片島さんにお皿に乗せてケーキ持ってきてくれて、どれにされますかっていう実物のケーキを選ばせてくれる、ね、あそこおしゃれやったなあのケーキもね、天滝柚子ケーキっていうのがね、うん、ものすごく美味しかった。あーそうか、でね、プリントカフェって言ってね、はい、カフェの上に、ね、あったね、はい、お値段ちょっと高めなんですけれども、はい、支店もね あちこちあるんやけれども、はい、違うとこも行ってみたいし、うん、他のケーキも食べてみたいかな。美味しいのねやっぱりランチからスイーツからいろいろあって、うんうん、あといろんな景色をね見に行けたりもね今年もして、うんうん、また私たちのね思い出のアルバムとして、ね、アルバム何かちょっとうまいこと言おうとして失敗してるわけですけどそれに対してねいろんなコメントいただきましてね、うん、参考になったりね、うん、笑かしてもらえたりね、うん、させていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。もう、ね、来年もね、なんて来年もね、はい、またコアなところとかねリーズナブルのとこね、うん、ちょっと発掘して、うん
行きたいなと思ってるんですけどね、はい、今回はねそんな感じでお別れします。はい、今年一年ありがとうございました。ありがとうございました。ディアディーバー。